あの人映せないのが、あの人が画面出てこないのが、悔しいんだけど、もう私の真正面でですね、DJ ミッチーナがですね、ノリノリなんですよ。ね、クリスタルね。この後、喋り手として登場させますけど。まあ、家内工業的な感じでクリスタルやっておりますのでね、みんなで持ち寄りで、PA もね、やってたりするんですが、ちょっと私、お時間いただきましたのでね、別にぼやきタイムでもなく、ロマンチックドゥで話すことかもしれないんだけど、ちょっと最近感じてることをお話ししたいなと思っておりますね。ちょっとラジオっぽいね、こういうのね。地の時代が長く続きまして、安定とかね、きちんとしてることとか、それが何十年も続いた後に今風の時代になりましたよというのはちょっ と時々聞きませんかね。だんだんなんか当たり前のように風の時代だから、風の時代だからって言いますよね。で、もともと風の時代さんはむしろ今までがちょっと動きにくかったりね、そうね、いろいろ動きたいのに、きちっと地固めしなさいとか言われたりとかして、そんな感じの中で頑張ってきたんですけど、それがなんか OK が出たみたいな、それがいつもと同じことやってるんですけど、それがいいんじゃないって言われたりとかして、ちょっと生きやすくなったかな、私で言えば。私結構自分の星が風がいっぱいなのでね、自由さを感じながらやっておりますけど、ここで火地風水って火のグループ、地のグループ、風のグループ、水のグループ、一応 4つ分かれていて、風のグループさん以外は、ちょっと今までと違うことを感じると思うんです。でね、ダメになったわけでもなく、やり方を変えたり、今までと違うやり方をしたりとか、感じ方を変えるって難しいか。だから、自分で一度受け止めてみて、そうじゃないのはどうかな、自分と違うのはどうかなみたいに、ちょっとこう受け入れ体制、受け入れ体制 のスイッチをポンと押すような形で受け入れてみて、いやなんか違うなって思うのは違うな、箱ボックス、ちょっと受け入れられるかもは、ちょっと受け入れられるかもボックスで、もうちょっとしたら慣れるかもだったら、もうちょっとしたら慣れるボックスみたいな感じで分けていくと、徐々に、なんか、あ、こんな感じなのかなっていう風に少しずつ変化が自分でも感じられるんじゃないかな。そうじゃないと、そうじゃないですよ、そうじゃないですよってことばっかりこう押し寄せてきて、なんかやりにくいってとこばっかりがクローズアップされちゃうので、やっぱり時代が変わったり、なんかエネルギーが変わったり、それになるべく沿っていったりとか、取り入れていったりね、した方が生きやすいかな。なんでこんな話をするかっていうと、もうちょっと語弊があるかもしれないけど、女性と男性だったら男性、すごく肩書きがすごくある人とない人だったらある人と、だいぶ自分のやり方を押し通してきた人みたいな方々が特に変化していくのって大変なのよね。だからすごくしんどそうにしてるだったり、そこが今まで通りにはならなくなったりっていうことをすごく身近に聞くのね、たくさん。で、もともと風邪だった私は、じゃあこういうふうにすればいいのにとか、もうちょっと肩ギュッと上がってるのをふーっと下ろして、ふわーっとなんか風のようにね、本当にそれこそそのまま、地のまま風のようにふわっとだったり、さわっとだったりとかしたらいいのにって思うことが最近多いんです。だからなんかこんな
考え方も感じ方もあるんだなぐらいにちょっと取り入れてくれたらなって思ってます。でだんだんまたこれがもっともっと、当たり前になっていくと、みんなコミュニケーションであったりとか人とつながったりだったり寄り添ったり変わっていくことだったり、変化も怖いだけじゃなくて面白いって思えて、ちょっと子供時代の自分を思い出すようなことができるんじゃないかと思っております。ちょっと最近そんなことがいろいろあったのでね、ちょっと今日はお話ししてみようかなと思いました。さあこの後自由気ままなね、自分のタイミングでしか私に喋らせないね、みちな登場させますのでね、よろしくどうぞ。入れば泳いでないで。私じゃないじゃない。私か。大変。ブランク長いもんで。私ダンサーよここ。なんか泳いでるなと思いました。さあ、お久しぶり、みちなでゼロワンプロジェクト。もう台本もないからもう、ね、始めていきましょうか。お久しぶりでございます。まあ相変わらず声がね。自由だな本当に。ラジオって自由な場ですから。もうねちょっとお聞き苦しくて申し訳ないんですけど、なかなか治んないね。あ、一生治んないですこれ、ね、お付き合いしていかなきゃ。そういう感じの人になったのね、うん、そうですね、まあ、しゃべり手としてどうかと思いますが、そんなことは気にせずに、いやいや、し普通にしてればそうなんだからこうしときゃいいんだよ、うん、あーって、うん、まあそういうことね。分かってないよね。分かってない。震えてんだからこうしとけばいい。そんなに掘るとこじゃないからってことさ。さあそういうことでね、今日も大変いいお天気でございます、はい、気温がさ高いもそうなんだけど、気温ね、うん、気温じゃない、あそうね、気温死温じゃないから、ね、気温ですね。気温が高いのもそうなんですけど、湿度がひどいね。日本ごめんなさい。よりによってみんなお盆休みでこれから楽しみにお出かけしましょうとか言ってる最中にこの台風、そして湿度、ね、もう日本ってさっきなでしこのお話でもありましたけど、やっぱり変わりましたね。変わったね、本当ね。なんか情緒豊かなんてあんまり言ってらんない夏。昔は蚊取り線香でさ、うん、ベランダでなんかスイカ食べたりとかしてましたでしょう、うんうん、命にかかるでしょ、命にかかるか。お部屋に入ってくださいって、スイカ命かけてた。今ね警戒アラートの話あったけど、うん、各自治体であるんですよアプリが、うんうんうん、ね、もちろん私も自分の住んでる地域のアプリをインストールして、毎日ね、いろんなアラートを受け取るわけで、熱中症警戒アラートっていうのも朝必ず来ない日がない。もうそんなの入れてんの？入れてます、もちろん。え、でお年寄りが迷子になりましたよとか、そういろんな、嘘、あ、参加しなさいよ自治体に。知らない。本当もっと地元に根ざすべきですよ本当、うん、まあ、いろんな多分その自治体によっていろんなアプリがあったりすると思うんだけど、まあ、防災とかあとゴミの出し方とかね、分別とかいろいろあるんですが、熱中症の警戒アラートが来ない日がもうないぐらいに、まあ、天気予報見ると怖いよね、うん、真っ赤どころかなんかその上の紫っていうのが出てきて さ、もうなんかエンジン紫、何あれって黒黒しちゃって怖い、怖いよね、そう作戦なのかな。あ、まあ、見た目でっていうのがあるかもしれない ね、色ってすごく印象深いですからね、うんうん、まあ、そんな毎日を皆さんいかがお過ごしですかってことですよね。うーん、もう出ないようにしてます。出ないでって言うもん、出ません、うん、そうそう、その自治体もそうだし、メディアもそうだし、不要不急の外出はしないでくださいっていう夏、うん、何その夏、楽しくない夏、日本の夏ってこんなだった。それでもね、時々ね、うん、一番暑い時には歩いてるんですよ犬が。あ、いますね、います、どうしてって思いますよ本当にね、なぜって。まあ、こういうご時世だからさ、昔はねちょっとって私も言ってたんですよ、車降りて見かけると、あら、ちょっと止めてね、あ、ちょっとって言ってたんですけど、
まあ、いろいろねこういうご時世で怖いこともあるからどうしてあげたらいいかなって思いながら、なんか拡声器とかつけておいてそこのって言って言いっぱなしで走り去るっていう作戦も考えたりしたことあるんですけど、ちょっとそれ別のものね、ね、なっちゃうから、ニュース出ちゃったら、ちょっとこれ友達なんだって言うけどね。まあ本当にねかわいそうっていうか、もう心が痛いね。昨夜ね、まあ、うちの子たち割と大型犬なんで、そうは言っても地表からだいぶね距離もあるんで、少し強い暑さにはさ、だからまあ10時頃でも30度ぐらいあるけど出ちゃうんですよ。それでも全身なんかアイスなんだっけあれ、保冷剤、保冷剤尽くしで、もう首の周りなんか重かろうっていうぐらいつけて、でも必要だよね、出かけるんですけど、やっぱあれがあるなしでも全然違うと思うしね。まあ本当でもなんかね、やっぱ熱が下がらないというのが一番辛いな、ね、犬と暮らしてて。なんかほらクーラーつけないで、あのお年寄りの方とかさ、それが原因で亡くなっちゃったりとかニュースあるじゃない。ね、つかない、だなんか故障してつかないってなったらそのままつかないまま、それはまだ事故だけどさ、なんか暑さがわからないっていうか、暑さがわからないで感じなくなってね、だから別につけなかったとかっていうのあるじゃない、ね、怖いよ ね、 怖いね。まあとにかく日本は変わりましたので、夏は変わりましたのでね、生き方とか暮らし方を変えていかないといかん。そうね、まずそういう意識を変えるっていうところから、まあ取り組んでほしいなと思うし、発信するメディアの皆様もね、そういう視点で発信もしてほしいなと思いますね。あともう一個言っていい、夏ならではの、まあ、行楽でもあるんですけど、あの花火、花火大会の時は迷子犬が増える。あー怖くて逃げちゃう。もう逃げちゃう。あ、だから、人間は楽しいよ、で犬と一緒に花火見に行ったら楽しかろうって、たまやってやりたいな一緒にって思う気持ちもまあ分からなくもないが、犬にねあれがなんだか説明するの大変よね。もうねすごい恐怖でしかないよね。犬にとっちゃね、やっぱりそこなんだよね。犬と暮らそうって、犬と暮らす、犬と家族って、まあ、人間が勝手に決めてさ、彼らを迎え入れてやってることでしょ。だから人間の生活にやっぱり染めようっていうか、私たちと一緒の価値観と暮らし方で彼らが幸せかっていうことってちょっと私ははてなマークなんですね。犬には犬のなんかこう生き方とか習性があるし、そういったものをちゃんとリスペクトして、犬っていう動物に対する深く理解も深めて、で彼らが安心安全に快適に暮らせる工夫をして、でその上で一緒に暮らすっていう、そうだよね、ことを考えると、花火一緒に連れて行こうって発想には、まあ、ならないと思うんだけどね。お家に置いといてあげた方がいいよね。本当にもううちなんか窓閉め切って、窓も閉めて、だって耳が遠いけど、まあそうは言っても大嫌いなね、おばあちゃん犬がいるから、もう壁も走るからね怖くて。そうか。そう花火のあれは前の子も経験ないな。もちろん連れてったこともないから、家のとこでは聞こえないから、だから夏って楽しい、ね、ことがいっぱいあって、一緒に楽しみ共有したいなって思う、スイカちょっとあげるぐらいして、ね、そうね、気持ちはわかるんだけど、やっぱり彼らが安心に、とにかく安全に暮らせるように注意を払ってあげることも大事。価値観違いますからね。思ってないから夏だね、花火見たいよとは思ってないから。そういいね夏はとか海が綺麗だねとかそんなに思ってないからさ。砂浜暑いしね、一緒に潮干狩りとかさ、楽しくないから犬。食べもらえるわけでもないしね。さっちっちいだよ、自分は B さん履いてるけどさ、本当だよね、ちょっと毒づいてきちゃったから、いいですかこの辺で終わっても。なんか喋れば喋るほどね、ちょっと心の中の黒い手帳が開いてきちゃうから。大事ですよ。でもそう、まあ、夏、楽しいことも いっぱいあるし、楽しんでいただくのもいいんだけど、やっぱりちゃんと犬目線でさ、犬視点で彼らのことをきちんと考えてあげることも大事なので、安全に安心に楽しく家族でみんなで夏を過ごしていただきたいなと。もうくれぐれも気をつけて、花火大会、潮干狩り。
はい、もうミッチーなの本当にすいませんね、あの選挙演説みたいな、はい、ゼロワンコーナーになりましたけど、はい、元気に夏の、あの注意事項ね、注意事項、そうです、はい、そうです、はい、またお会いできるその日まで、その日までバッハッハーた。はい、赤系3人揃いましたのでね、はい、ちょっとラジオの話をしようかな、うん、私ラジオ活動16年目かな、はい、16年目、みちゃんさんは12ぐらいじゃないですか、ね、今油断してました、うん、にっこり空を見てたよ、そう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 雲が早いなだって12年目ですね、12年目ね、はい、何年目、4年、この人なんかもっと10年ぐらいやってそうだよね、うん、すごいベテラン、4年目、ベテランですよ、4年経ったの、5年目4年経つ、今4年目にいて10月で5年目に入る、あ、そう、でちーちゃんが多分7年、ちーは7年とかだよね、うん、7年目、7年目、8年目、すごい、すごい、すごい、みんなすごいね、なかなかすごいね、生まれた子は16歳になってんだよ、すごくないねえ、すごい、ね、ラジオもね、うん、16年前と今とだいぶ違うんですよ、そうですね、最初はあの許されないことがいっぱいあってね、うん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 、こんな自由な感じでは皆さん、うんうんうん、おやりになってらっしゃらなかったよ、ね、だけどシーラペって言ってね、あの遅い時間だったしね、始めたのがね、夜だからいいだろ、最初は月9から、ね、なるほど、 あのクリスタルになってからね、うんうんうん、その前は昼間、はい、うん、水曜日だけど、沖縄じゃない、あの奄美のね、その時は私がメインのあれじゃないから、うん、あの要するに五島列島の、うん、いろんな人をお呼びして物産の話だったりとか地域の話だったり、うん、私はそこ あのもちろんオープニングからずっといるんだけど、うん、五島列島のミュージシャンとかあのクリエイターとかそういう人たちのコーナーを担当してたから、うーん、そうそうそう、三線弾きながら、ね、楽しそう、歌ってくれたりね、島歌、うん、かっこよかったよ、もう本物ってしびれますよね、すごい、本当にすごい、別にあのメジャーになってなくても、うん、地元に行った時にそのちょっとした居酒屋で聴ける島歌とか本当泣けるよね、トップの人来てね歌ってくれたりね、すごい、すごい最高でした。でまあクリスタルになってからはね、うん、その夜の番組からスタートしたので、もう夜だからあんまり聞いてないだろうぐらいなね感じで、あのギリギリのところまで好き勝手やってました今思うとね、昔の YouTube とか時々出てくるんですよ、うん、なんか私あの必要で時々見るから、うん、見てるとさ、すごいよね、めちゃくちゃでしょ、つうかよくあのなんかあの1時間の中にあれだけのものを盛り込んで生放送でよくやってたねっていうぐらい、今さ、なんだっけ、予定表じゃなくて、なんだっけ、進行表、予定表じゃない進行表ないじゃない、うん、その時は進行表がないともう次なんだっけっていうのがもうものすごい短い時間でやっていかなくちゃいけないから、うん、もう秒単位で決めてたよ、え、秒単位、秒単位、じゃあ入れ替えで何秒、出る人もいっぱいいて、あ、まあ、いっぱい、あのすっごいファッショナブルなおしゃれしてた時ですよね、あ、そう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 、私たちも毎回ライブするごときの格好してたよね、私はしたくなかったんですけどね、あ、そうなんですか、大変だから本当にね大変でしたよ、え、あれってスタジオに入ってから着るんですか、家から、家から、車で行けたから、あ、そう、あの着替えて行ってましたね、じゃあお支度して車に乗って、もう家族がさって言うんだよねなんでだって本当にその格好で行き場行くのってラジオなのにね、うん、でも車に乗ってスタジオ入っちゃって、あとまた車で帰るだけだから電車乗らないよって言って、うんーつって大丈夫っていつも言われてたね、まあ、だんだんあのまだほら本当にライブみたいにやってたから、うんうんうん、ね、ですよね、情報なんか一つも流さないっていうね、うん、エンタメだらけ、うんうんうん、面白かったけど、私たちが面白い、私たちが面白いものがやらなくちゃねってやってたから、うん、きちきちでしたよね、でも時間も本当、あと
あと30秒で閉めなきゃいけないとかしょっちゅうだったよ。へー、まあ、だからあのはおしまいとかって言って終わったりね、うん、エンディングなしよとかって言いながらね、うんうん、ゲストが終わんないとか ね57までって言ってんのに全然終わんないとかね、うんうんうん、だからもう掛けマイクでおしまいって言って終わったりね。私一回ね思い出がすごくあって、原田真嗣さん出てくださった時にお迎えに座らせてもらってて、もう時間が全然ないの、うん、CM 入っちゃうってんーって顔してたら原田さんはちゃんと分かってくれて、そうそう時間ないねって終わりましょうって言って終わったのよね。すごい、そうそう、すごいな、やっぱりプロの人ってって、ね、そうそう、もうすごい目力でうーって時計見てうーってすごいわ、あったね、拾ってくださって、ね、もう助かったっていう。でもそんなことがいつもだったよ。予定してたゲストが来ないとかね。え、こ抜けちゃうんですか。来ないなと思ってあれって言ってね。いや、よくあるあれだよ。なんか言ったつもりが言ってないとか、こう言ったんだけどこう聞いてこう聞いてたみたいな、コミュニケーションのちょっとねすれ違いみたいなことがやっぱり。ね、だってたくさんやってたからね、もう本当にしょっちゅうあったよ本当に。まあその、うん、まあその一本のね、うん、番組だけでももうぎゅうぎゅうに入れるわけよね、うんうん、でそのうちそこでは入りきらなくて、うん、マックス8番組ぐらいあったのよね。あったね、8番ありえないよね、うん、週4日来てたもんね会社員じゃんっていうねえ、月曜日は、ね、昼間やって温泉行ってね、一風呂浴びてから帰って、ね、また派手な化粧して帰ってくるというね一回全部落としてね一回ね来ないと思ったらね、温泉で風呂で寝ててさ、全然来ない時ありましたよね。間に合わなくてね、電話で出演してた、もうすぐ着くから繋いどいてって言って車の中で化粧しながらトゥルンつって、だって寝ちゃったんだもんとか言いながら本当にねいろいろあるんだよね。寝ちゃったんですか。で今ハートバトンリレーほら、うん、今ここでもやってるでしょ、はいはい、あれの始まりもね、その夜の番組の時にスタートして、そうでした、ね、じゃあミュージシャンのハートバトン、アーティストがアーティストを、うんうん、紹介するみたいな形でやってて、それがさ一回ミュージシャンに沼に入ったらミュージシャンしか来ないの。あ、そっか、ミュージシャンくくりじゃなくて、うん、アーティストっていうところで、あなたが思うアーティストって言ったら、うん、なんかたすごいのあったよ、ただの大学生みたいなもん。あどこがアーティストでもアーティストって私が思うアーティストですって言われちゃったらもうしょうがないから、うん、お相手するんだけど、うん、一応チェロ弾いてますよとかね、そういうのはあるんだけど、まあ本当全然まだ何者でもない方、ね、まあでもそういうダイナミックさっていうのありましたよそれもさ、私たちもその日に初めて会うわけよ、うん、はいはいはい、だから本当に来ない場合もあったりした。へえ、来ないじゃんっていうのもあったし、来たらうわー出しちゃって大丈夫かなみたいな人も時は、だから大体時間がね20分なんだよね、違うよ時間は、違う違う、7分、8分だったんだ、8分で、最長10分ぐらいまで用意してんだけど、うん、言わないの、うん、だいたい5、6分かなって言っといて、うん、面白い人は長くして、うん、ダメだなって人は今日はありがとうございましたって締めちゃうね。だって聞くのに困りますよね、大学生とか。もうそれも、まあ、私 MC やってたよね、うん、ハートバトンは本当し、まあ、鍛えられた、うん、だからもうね、掘り出さなきゃいけないですもんね、うん、簡単詞が多い、でもうわあすごいねえってプラス5秒とかね稼ぐ稼ぐそうかーつって、そう、確かにね、あったね、面白い人でもいっぱい来ましたよね。そうそう、あとだから、まあ、最初の頃はね、うん、私軽いいじめにあっておりまして、今だから私いない時ね、まだね、あ、そうね、うんうん、なんでかって言ったら、うん、まあ、プロの人たちなわけよね。で私は、うんうん、まあ、ミュージシャンにしろ、うんうん、役者にしろプロの人たちじゃない、うんうん、売れてる売れてないじゃなくて、はいはいはい、ね、で私はほら、表に出る仕事は中学生ぐらいからやってたけど、うん、一旦普通にお母さんやってて、うん、仕事はしてちゃなんていうの、カルチャースクールとかそういうのやってたけど、うんうん、表舞台はさ、うん、10年ぶりぐらい20年ぶりぐらいに戻ってきてるわけよ、うん、でその現役の人たちにしてみたら素人なわけじゃない、あでそれがメインパーソナリティになっちゃってるから、はいはい、
気に入らないよねきっとね。だからなんかいろんないじめにあったよ。え、例えばどんな？言うこと聞かないまずみんな。一応プロデューサーでさ、こういう構成でやりますって言ったって言うこと聞かないだったり、あとあるカメラマンはあの私の写真を撮ってなんかそこにアイシャドウとかね化粧いっぱいのやってこのぐらいすべきだみたいに言ってきたり。セクハラだよね。そんな、そんな、そんなのとかあったよ。へいじめられやすい。まあね、いじめられやすい、まあ、それはわかる。人生すごくわかる。なんかいじりたくなる気持ちはわかる。なんかね、でもね、プロデューサーっていう立場でいるわけですもんね。でプロデューサーって思ってない、誰もね。だって呼んでくれたのはキリンさんのわけでしょ、まあ、そう、その人たち来てやってるぐらいな感じだよね。あ、なるほど ね、 ね、いや難しいね本当に。相方々の扱い、扱いって言ったらちょっとあれですけど、そうそう、うん、で不安のついてる劇団の人たちと長くやってたけど、うん、あのなんかみんなに無視されたりとかしてたよ。みんな私に内緒でみんなでなんかどっか行っちゃったりとかね、うん、なんだろうとか思いながら変だなとか思いながら。だいぶ遅いじゃない、気がつくの、うん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 、昔からそうだから、うん、あれって思いながら ね、なんか悲しくなってきちゃったとか思ってかわいそう。何のためにやってるんだろうとか思いながらね、うん、あれ喋れないよ、あの途中で車止めて泣きべそして電話してって。あ、そうそう、だからあの、ね、いつもクリスタルのこと応援してくれてるさ、うん、あのかこちゃんっているじゃない、はいはい、差し入れもいっぱいくれたり応援してくれてるね、うん、でなんか代わりがけに涙がポロポロ出てきちゃって、うん、あのもう車運転できなくなっちゃうのよ。そんなに。でそこ止めてしばらくなんかポロポロ泣いてるの、うん、でその時に過去に電話するわけ、うん、どうしたんですかって言うから、こんなことがあってって言ったら、なんですかそれはって言って、うん、なんてことする人たちなんだってすごい 怒るわけ、うん、あ、怒っていいことなんかされたんだ私人が怒ってるのを見て気づくわけよ、ひどいことされたってわかんないのよ。なんか寂しいと、なんか寂しい、なんか悲しくなっちゃって涙が止まらなくて運転ができなくなっちゃって、しばらく聞いてもらって、もう大丈夫ですかって、気をつけて帰ってくださいねって言われて、帰るねって言って帰ったのが何回もある。え、何回も、何回もある。へえ、そうなんだね。その後はあのもうたくさんの、本当に今だったら考えない15人ぐらいコンシェルジュさんがもう次々次々順番に。いや大変だったね、あれも大変だ、いろんな人いたよね。最高50人いたからね、55人とか、うん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 、すごくない？変わってる人変わってる人ぐらいななんかいそうな感じするじゃない、うんね、危ない人とかいけない人とかそんな出ちゃダメな人本当にいたんだよね。最初わかんないから、もうみんなあのできない人でもできるっていうのをコンセプトにやってたから、もうどうぞどうぞってやるんだけど、なんかがおかしいとかさ、本当になんか計算づくで来てる人とかね、ただ物を売りに来て、もうすぐ騙されちゃうからいっぱい買っちゃって、なんか、なんか変だなって思ったりね。まあ、面白いことに、でもそうやってクリスタルに関わってラジオの現場を経験した人たちで、まあ今はねもうご縁があの終わって次のステージに皆さん行ってる方々でも、ラジオをやってるって人結構いるのよ。結構います、結構な人数いるの。パーソナリティやってる人います。そう、その人たちは最初はここに来る前はそんなことやったことないですよね。だからきっかけにはなってるけど、今度こういうことやることになったんですみたいに報告してくれた人は一人もいない、うん、一人も一人もいない。それ言わなくていいのに。言わなくていい消して消してでも一人もいない。別になんかここのきっかけでしたとかね、言ってほしい、まあ、言ってくれたら嬉しいよね、うん、そりゃそうですよ、どっかでね、うん、まあね、ここってよくキニさんも話してるけど、やっぱ自分を見る場所じゃないですか、うんうん、で痛いよね、痛いんですよ。私もそうだけど、うんうん、経験、今までいろんなことを結構な経験がある中でダメ出しされるってそんなにないから、うん、でコンシェルジュも5分の時間だけど、やっぱりそこで自己表現をするとかね、セルフプロデュースするってことになると、やっぱ結構ちゃんとキリンさんで見てくれるから、うんうんうん、普段言われないこととかもぐさぐさ言って、うんうんうん、痛いんだよね、辛いのよね、うんうん、
だから辛い思い出だから忘れちゃうんだきっとね。なるほど、ね、でもだから今があるんだけども、うんうん、なんかできればちょっと蓋しときたいっていうか、その当時の自分じゃなくて今、うん、かっこいい私、うん、別の曲でやれちゃったできちゃってる自分をクローズアップしたいじゃないかなってちょっと思う。分かる分かる、ね、だから、うん、あの追わないよ私はね。そう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 、うん、ああやってんだなっていうだけ、うんうん、経験者としてね、ああいう場所でまた続けてくれてるっていうことはすごく嬉しいことですよ ね、うん、だって記録はあるしね、うん、言わなくていざとなりゃ記録はあるしね私も脅されてますよ昔の。それもうちの家族も言うのよ。いつもパソコンのデスクトップにさ、うん、シャワーの1回目の登録があんの貼っつけて、聞かせちゃうよっていう、ね、変なことするといいのかってオープンするよってやめてっていうぐらい、やっぱりさ初めの一歩ってなかなかじゃないみんな、うん、だけどやっぱり変わっていくんだよね、うんうん、なんかそういうことがこうあの実現できる場所ではあるから、うん、なんかこう、まあ、でもさ、うん、計画通りというか理想的、うん、本当は理想的なのよ、うん、あのスピリチュアル系のね、私そのやってることもさ、うん、なんかさりげなくみんなが自分で気づいたようになってほしいって言うじゃない、うん、あれと一緒で、うん、あ本当の正直なところ言ったら、うちがきっかけでとかなんとかっていうのを忘れちゃってくれてもいいのよ、うん、だけどそうやって何人もの人がそういう喋り手になったり、うん、ラジオ好きになってくれたりとかすれば、うん、私の 役割と役目は果たしてて、そうそうそう、全然よくてね、忘れちゃってた、うん、何がきっかけだったっけぐらいな、うん、とぼけててくれてほしい、うん、ね、あのだから成功っちゃ成功、クリスタルの活動は成功だなと思っているんだけど、うん、だって、ね、あのほらハードル下げて やりやすいようにしてるから、私たちも、まあ、本当にバカな部分もあるけどあの笑ってさ楽しんでるとこしか見せないじゃない、うんね、うんうん、でお相手してるのだってさ、あの今純子はお相手できるけどさ、うん、初めの時お相手って実は難しい作業だからさ、うんうんうん、できないじゃない、うんうん、それ知ってるでしょ、うんうん、でみんなそういうのさりげないところのサポートを受けてるわけよね。あのもちろんアドバイスするってあの確信を言われることなんかないじゃない、うん、ね、大人になってからないですよ、そんなことないよね。できれば見ないふりしてんだからみんな、うん、そうだよね、うん、それは後から分かることでさ、だからそれも誰から言われたのかも分かんなくなっちゃってて全然よくてね。だからそうやってあの今日もほらね、あのコーナーやってて、うんうんうん、なかなか最初のあれがうまくいかない、うん、でもやっていくとここよっていうところがあるからさ、うん、でみんなも必ずなんかグッと理解ができて、うんうん、ストンとくるときってあるんだよね。そこまでいけばその人らしさができて、なんか用意された言葉で喋るんじゃなくて、うん、いつも喋ってる言葉で話せるようになったら、うん、やっとパーソナリティになるんだよね、うんうん、確かに ね、そうあのさっきもね、その3段階でここっていうのをつかむって、うん、やっぱ実体験しないと頭の中で分かってても、うん、ここだよっていうのがその場で、ね、うん、教えてもらわないと分からないじゃないですか。そうで一回体験するとその部分っていうのがもう頭と体とちゃんと分かって、うん、次もできるっていう風になりますよ ね、 でそれをだから的確にね、あのもう一回もう一回って言ってくれるところがやっぱりありがたいなと思いますよね。で今続いてる人たちってさ、あの全員レッスンしてるよね実は。で決めた言葉でやってみてアレンジしてって今の形になってるのね、うんうん、でそこだけ見た今の新人の人たちがさ、うん、できるって言ってさやっちゃうんだけど、うん、ね、それはそこまでなのよね、うん、一回預けてみたりさ、なんかやってみたら一応ここでずっとやってるものが言って、あのアドバイスしたりしてるんだから、うん、一回聞く耳持ったりするといいんだけど、でちょっと大体できちゃうもんだから言っちゃうんだよね。うん、ちょっとあんまり成長しない。うんうん、そうだね、うん。止まる。うん、そうですよね。もう自分のなんかこう判断基準って自分の中にあるものだから、やっぱり外からそういうふうに言われてもう一つ上がっていったりとかってあるじゃないですか。うそうでないと広がんないよね。うん、そうなんだ。絶対そう、ね、もったいないなと思う。あ、ここまでで良しとしてんのかと思うから。まあ それはね、その場合は時間がかかるんだけど、後から気づくから、うん、気づいた時に、最初から言ってたんだけどって言えばその時は入るから、うん、待ってんの、う
うんね、なるほど ね、 面白いね。そんなこんなの16年、そうです、16年ですもん ね、 ね、一体どれだけのコンシェルジュさん、どれだけのコーナーさん、番組さんが、今度数えてみようか、ね、うん、ちゃんとね、ちゃんと、うん、ほんと、どう調べられる、いや、ね、もちろんですよ私を誰だと思ったんですかすごい買っちゃえ事務局が始まってからは、うん、あのちゃんと保存してあるので。その前どうする、その前は記憶しかないな、キリンさんの。でもコンシェルジュっていうのは私が入ってから始めたことだから、そうだ、そう、そこからだから全部記録残ってるんで、名前とか何してた人まで出せる、多分あのね、あでもどうかな、あでもちょっと前任者の方の時はくれればわかるわ、うん、あとホームページにデータが、旧ホームページのデータがそうだね、そうだね、あるから、それで拾えるかも、知りたい、ちょっと一回写真付きで、うん、うん、いいじゃんいいじゃんね、でもホームページに載っけるようになったのもだいぶ後になってからだもんね、そうなんだ、うん、その前がいい、そうだね、厳しかったから、もう公式ホームページ載せるっていうんだってハードルがあったのよ。ちょっと待って、例えばね、私だって乗っかってなかった最初、前も言ったけど、うん、私はみんなと一緒に写真も入れてもらえなかったそれに気づいてなかったの、あ初めてだって言われて、えー、って1年かかったの、写真に入るまで、だからホームページなんか載せてくれるわけないよね、うん、そう、丸くなりました思い出すとちょっと楽しいかも、面白いね、ちょっと知りたいわ、歴史、クリスタの歴史、何人か思い出すんだけどさ、意外な人が隠れてる、それも すごい人でしょ、うん、なんかすごいことがあった人はすぐ思い出すけどね、なんか普通な感じの人はちょっと記憶たどらないと、うんうんうん、あの人でしょ、あの人でしょ、この人と会え、お宅の旦那さん の、うん、あの好きな人いるよね、あの人今も追っかけてますよ、今もラジオやってるからね、彼女はバリバリやってますよ、この間も告知してましたよ、自分で。すごいよね、だからそういう意味ではすごいんですよ、ね、彼女なんか多分もう 7,8 年とかぐらいの選手ですよ、すごい、ね、うん、私のあれかな、お葬式には来てくれるのかな ねえ、ちょっとどのぐらい人数いるんだろうね、いやだな、これ言ったけどすぐはできないなすごい楽しみにしちゃったじゃない、データをじゃあ渡すわ自分で数えてって夏休みの宿題とする、そうね、分かった、こんなちょっとのこ昔の話するだけでめっちゃ楽しいね、うん、まあ、それだけ、うんうん、ほじくり返せるものがいっぱいあるってことよ、うん、あるよ、ね、ここじゃ言えないことのいっぱいあるよね、言わないけどさそれはさすがにわかるよ怖いあるよね、面白い、ね、まあ、そんな中で本当に私たちはもう変わらず、実はやってること変わらないんですよね、心構えスタンスも一緒なんですよ、本当になんかクリスタルをきっかけに、ね、みんなの前で喋ることであったり自分の思いであったりやってることを、ね、お披露目することをぜひやってほしいなと思います、ね、ホームページ詳細はね、はい、ぜひラジオクリスタルとかで検索していただいて、この人が作ってますね、はい、作ってます、うん、よろしくどうぞ、よろしくお願いいたします、うん、はい、それではシンクロメッセージに参りたいと思います。シンクロメッセージ、ライフマップオーダー、自分の人生は自分で選ぶ、そのために必要なことは自分のタイプを知ることと敏感になること、本当に心が求めた時に変化は始まります、あとはキャッチ、受け取るだけですね、はい、価値風水のエレメントグループ分けでお届けします、今回は13日日曜日から19日の土曜日まで、はい、火のグループからいきますね、はい、火のグループ、情熱の星座、おひつじ座、しし座、いて座、火のグループさん、来週はですね、はい、なかなか大変な感じですね、あらあら大変、言ってみてもらっていいですか、言ってみて何、どんなに大変か言ってみてもらっていいですか、まあ思い通りにならないって思っとけば、まあそんなのいつもですからね、より、うん、だから
逆手を取ってさ、うん、みんなのためにいろいろやってあげたら、でもやっても思い通りにならないんでしょ。相手ぶつけちゃった。何やってるんでしょうか。やっても思い通りにならないならやりません。違う違うよ、自分の思い通りにならないから、相手のことをいろいろやってあげたらってこと。自分のことは置いといてってことね。あ、そうそう、あ、そっかそっか、うん、そう言ってるんだけど受け取らないんだけど、うん、そうだね、今ポーってちょっと火が見えたよ、うん、ね、うんうん、まあやってみますかね、じゃあ日のグループさんね。はい、では地のグループあ地のグループ安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。来週はね、今週までちょっと結構大変だったんですよ。大変なのよ、まだね。ちいさん、うん、ちいさんね、うん、ちょっとここで発表があるんだけど、はい、あんまり時間ないか。いつもツイッターで、はい、番組の後にね、うん、どうしたんですか。シンクロメッセージはアップするんですよ。はい、でだいたい日曜日からだから。何ムズムズしてんですか。日曜日にはアップしなくちゃいけないわけ。で時々月曜日になっちゃうことはあったの、うんうんうん、ダメだダメだ過ぎちゃったって、うん、やったことはあるわけ、うん、今週ね昨日やったの。あと3日とか言ってましたよね。あと3日だけどいっかっつってね。いや、やらないよりはいいですよ。そうよね、うん、そうよ、やらなかったわけじゃない、そうん、ね、3日でごめん。発表でした。はい、で、うん、ちね、はいはい、ちさん、ちの方は来週はですね、うん、そうですね、いろいろなんかなんだろうな、実りあるっていうか、なんかいただけるんじゃない。いただけるってものだ、物だけじゃなくてね。思いだったりとか、なんかそういうことを。安心できそう。安心っていうか優しさをいただいたりとか。安心が欲しい。一応自分でも納得できる、周りからも見ても大丈夫ねっていう、しっかり解決とかじゃないんだけど、まあ、一応整う週ですね。うん、ありがとうございます。うん、いいじゃないですかね。急いで、はい、急ぐんですね、うん、風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。はい、風はですね、ちょっと一歩一歩ですね、コツコツやった方がいいですね。で、ちょっと待ち、ステイ、うん、バーッと行かないでじっくり待った方がいいですね。はい、はい、では水のグループ、感情の星座、はい、蟹座、サソリ座、魚座。こちらもちょっと意味が風さんとちょっと違うんだけど、ちょっと似通ってますね。こちらはもっと、ゆっくり一つ一つ、でも新しいことがスタートできる感じ、うん、でこちらも、まだ大きくスタートじゃなくて、うん、スタートの準備ぐらいな感じかな。おー、うん、なるほど、はいはい、公式 LINE 虹色便では毎月エレメントごとのメッセージを無料配信しています。毎週のメッセージはツイッターで、インスタグラムでは虹レッスンが始まりました。はい、虹色便は心を敏感にするレッスン、知っておけば対処もできるハートのカルテです。クリステルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜10時からの2時間番組クリスタルイズム、次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるのでしょうか。いや、今日もなかなかね、たっぷりおしゃべりできて嬉しかったですね。え、たまにはね、しゃべりたい。さあ、泣いたり笑ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生を豊かにします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう、誰かのために永遠オン、あなたの本気を応援します。クリスタル、また来週。Une grande part de bonheur dont je connais la cause.